皆さんこんにちは、ワダルグルビージです。では今回は源平合戦源頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。苦労の末に前回はようやく京平安京に上洛することができた頼朝なんですけども、ご覧のように兵力が少し摩耗してしまっている状況なので、まずは平安京で兵力を増強します。その後興福寺、福原、丹波、この三つを攻略してですね、西と東で兵士を分断する、まあそういう作戦に出ていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。では丹波、福原、興福寺、それぞれ密偵を送り込んで状況を確認してきました。まずは丹波ですね。武将は一人のみですね。これだったら攻め込めるチャンスかもしれないですね。平の常盛、動員兵力3500。まあ、バランスはいいパラメーターになっているようです。続いて、清盛が一時的に、遷都した。福原ですね。ここは武将の数が多いな。まあ、ただ、増票はあまり入っていないようなので、まあ、チャンスはあるかなと思います。強い武将で言うと、藤原の景清。武力93、有名80。このあたりは強いですね。動員兵力も1600です。福原に攻め込むときは注意が必要かなと思いました。続いて興福寺。増票が5000。ここは、範盛がいる。兵士の総大将、平の範盛がいる、この、どうだろう。興福寺に攻め込んでもいいかもしれないですね。今だったらチャンスがあるかなと、まあそう思いました。動員兵数で言っても、範盛の4200、信門の2500、それに増票という程度なので、これだったらチャンスありますね。部隊を送り込んで一気に興福寺にいる範盛を打ち果たしましょう。では頼朝自ら兵を率いて興福寺にいる兵士の現総大将範盛、これを撃破しに向かいたいと思います。そして依然としてですね、今日には2万以上の大軍を駐屯させている状態です。範盛を撃破してしまえば、また一人、兵士の有力武将、しかも今回は総大将ですからね。これを撃破できるというのは大きいですね。増票は、連動マックス100まで上げてあります。ただ、動員兵、いわゆる正規兵に関しては十分な訓練ができていないという状況なので、まあ、慎重に戦っていきたいかなと思っています。まずは将一騎掛け。ここでも義経に頼りましょう。一騎打ちには乗ってきませんでしたね。ではこちらの戦略ですが、まずは接近して弓矢の打ち合いからやっていきましょう。まあそのためにですね、弓の得意な義盛なんかも連れてきてますので、まずは弓矢での戦いで活路を見出してから、肉弾戦へと移行していきます。では、時間を進めていきましょう。はい。多少の損害は出ましたが、頼朝軍が範盛を撃破しています。
兵士の棟梁を直接対決で撃破したというのは大きいですよね。では範盛には死んでもらいましょう。はい、範盛を打ち果たした直後ですが、頼朝が興福寺に出陣しているその感激を縫って京に平氏軍が攻め込んできました。まあ思ってもなかったタイミングであるのでちょっとびっくりしていますが、まあ、ここは確実に撃退しておく必要がありますね。虎正を総大将に置いてあります。はい、京都を守り抜きました。まあ、ただ京都に攻め込まれたというのは衝撃があるので、頼朝を帰還させてまずは京都の治安の回復を図りたいと思います。では京に上洛、さらに興福寺にて範盛を撃破、京都に攻め込んできた兵士勢も撃退した後の頼朝の論功行賞になります。まずは義経、まあ頭一つ抜けてますね。義経には兵1800ですね、これを率いてもらいたいと思います。さらにね、義経の活躍が期待できそうですね。あとは広常もですね、昇進させましょう。一通り分け与えていきます。では今日で論功行賞を終えた源氏勢頼朝軍ですが、舞台を二つに分けて丹波と福原二つ同時に攻略戦を仕掛けていきたいと思います。丹波には義経を、そして福原には頼朝を差し向けていきます。まずは頼朝を率いる本軍が福原に攻め込みました。部隊数が一つ足りない。迂闊だったな。5人で出撃したつもりが4人で出撃してきてしまいましたね。ちょっと時間戻していきます。では改めて部隊編成し直しました。頼朝軍と数、ご覧のような編成になっています。頼朝は3000の正規兵、それに精鋭と鍛え上げた増強4000を率いています。敵は、まあ、数で言うとそれほど多くはなさそうですね。ここは、まずは一気がけで、敵がこちらのね、一騎打ちに応えてくれるかどうか確認していきましょう。仮に応えてこなかった場合でもですね、敵の士気を大きく下げることができますので、挑んできたな。そうか、藤原の過激を武力93、これは強いな。やられてしまった。過激を強かったな。まあ一体が壊滅してしまいましたが、気にせず行きましょう。まあ、迂闊だったといえばそれまでですけど、武力91をもってしても、まあ、勝てなかったとなれば、まあ、しょうがないですね。もうこういう時にやっぱり悔やまれるのは、弁慶、もしくは、義経を帯同されてれば、しておけばよかったかなっていう気はするんですが、義経と弁慶はね、山陰を、丹波方面に進んでますので、まあこれはしょうがないですね。
はい。敵大将を撃破して、まあ、勝利を収めています。福原を取りました。一騎打ちで敗れてしまいましたけども、まあ、しっかり対局では勝利できましたね。では続いて、義経を丹波へと攻め込ませます。頼朝の福原制圧。義経の丹波制圧がなれば、畿内一円はね、一通り、安定化させることができるかなと思います。義経、動員兵1800、増兵4000を率いて出撃です。まあ、ここも義経の一騎掛けはやりましょう。まあ、答えてくれるだけの武将が敵にいるかどうかという問題はありますが、仮に答えなかった場合は敵の士気を大きく下げることができます。では開戦します。はい、丹波を確保、獲得しています。では、確認していきましょう。まあ、ご覧のようにですね、源氏、頼朝もだいぶ盛り返してきて、兵士にはまだ、拠点数では劣る状況ではありますけども、北陸方面の兵士を完全に孤立させることができたし、この後四国から、さらに九州へと、西へ兵士勢を追撃していきたいというふうに思っています。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていきたいと思います。